エレミア星系、そこにはいくつかの惑星国家が存在していた。その中のオルキス、ラファリエス、アマティスは内惑星連合として軍事同盟を結び、独立惑星ドゥミナスを挟んで星系最大の軍事国家デトロワ連邦共和国と長年にわたり対立していた。やがてその対立はデトロワのデュミナス侵攻という形で戦争へと発展していったのである。瞬く間に惑星デュミナスを占領したデトロワ軍だが、デュミナスの残党は解放軍を名乗り抵抗を続ける。解放軍は敵の補給船団や広報施設などを襲撃するゲリラ戦を展開。デトロワ軍は本国の中継拠点であるガンドルフを失った。さらに解放軍は連邦所属惑星トノスの独立を支援し、これを成功へと導く。戦局を挽回戦とするデトロワ軍だが、補給線を回復できないままいたずらに戦力を失っていった。開戦2年後、敵占領軍を降伏に追い込んだ解放軍はついに祖国デミナスの奪還を成し遂げる。しかしデミナスの人々が喜ぶ間もなく、デトロワ本国を発した大艦隊は再び惑星を包囲戦としていた。ここに至り、戦争の拡大を恐れた内惑星連合は戦争の仲裁を申し出る。そしてここエルタブラ中域において和平の調印を執り行うべく、各国の代表団が集結しようとしていた。
エレミア星系。そこにはいくつかの惑星国家が存在していた。その中のオルキス、ラファリエス、アマティスは内惑星連合として軍事同盟を結び、独立惑星ドゥミナスを挟んで星系最大の軍事国家デトロワ連邦共和国と長年にわたり対立していた。やがてその対立はデトロワのデュミナス侵攻という形で戦争へと発展していったのである。瞬く間に惑星デュミナスを占領したデトロワ軍だが、デュミナスの残党は解放軍を名乗り抵抗を続けた。解放軍は敵の補給船団や後方施設などを襲撃するゲリラ戦を展開。デトロワ軍は本国の中継拠点であるガンドルフを失った。さらに解放軍は連邦所属惑星トノスの独立を支援し、これを成功へと導く。戦局を挽回戦とするデトロワ軍だが、補給線を回復できないままいたずらに戦力を失っていった。開戦2年後、敵占領軍を降伏に追い込んだ解放軍はついに祖国ルミナスの奪還を成し遂げる。しかしルミナスの人々が喜ぶ間もなく、デトロワ本国を発した大艦隊は再び惑星を包囲戦としていた。ここに至り、戦争の拡大を恐れた内惑星連合は戦争の仲裁を申し出る。そしてここエルタブラ中域において和平の調印を執り行うべく、各国の代表団が集結しようとしていた。
you